はい、こんにちは。4月の17日金曜日の日替わり竹部でございます。本日の午前、10時からでございますけれども、ラジオ日経さんのマーケットプレイス、こちらの番組に出させていただいたんですけれども、本日の東京市場、凪状態が続いてますねというふうにして申し上げました。ただしですね、少し今凪状態が続いていると言いつつも上値が重いような状況になっている。そして、ユーロドルを中心に、もしくはユーロがその他主要通貨、もしくは豪ドルがその他主要通貨として強弱、いろんな場面、散りばめていられるような状況でございますので、少し困惑の色は隠せないようなマーケット状況ですね、とこういうようなお話をさせていただいております。そして G20 でのヘッドラインニュース、おそらくスルーするでしょうけども、ご留意くださいというような内容でお話しさせていただいた経緯でございますが、さて週末ということで今回2つの資料を持ってご案内させていただこうかと思いますが、まず今、私左手に持っておりますのは、ぜひご覧になっていただければというところでございます。第49回国家公務員合同初任研修閉校式安倍内閣総理大臣訓示と、私のようにですね、かなりへそ曲がりの人間からするとこうした訓示というのが非常に新鮮でございまして、今 FX 動画日替わり竹部ご覧になっていただいている皆様方に、他のところの首相官邸の動画をご覧になってくださいというのも変なんですが、ちょうど4月も中旬になってきてですね、新たな環境でいろんな気持ちをお持ちで、チャレンジしていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、安倍内閣の安倍首相のですね、訓示、私は意外とって言ったら失礼ですございますけれども、新鮮な気持ちで刺さった部分もございます。ご参考にということで、ご案内させていただいた次第でございます。そして先ほどもう一つの片方の手に持っておりましたのが週間見通しでございますが、今回ご案内させていただきますのが4月20日週後円の覚醒が待たれる赤春局面と題してご案内させていただいております。さてそして今回でございますけども、いつもご案内させていただいておりますこちらの売買比率動向、ここに関しては今回こちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。冷静なドル円心理と4月20日週為替見通しというところでございますが、冷静なドル円心理とは何を言いたいのかというと、こちらにご覧になっていただきますように買い比率がぐっと上がってますねというところでございます。ドル円の終値、やはりなかなか120円水準が超えるに超えられないと、ただし本日もそうなんですが119円が今ちょっと割れているような状況でございますが、この水準では、ご覧になっていただければシンプルに、ご理解していただけるかと思います。上がったところでは売って、そして下がったところでは買ってというところで、ドル円の終値と買い比率、ほぼほぼ逆相関になっているというところでございます。さてそうなりますと期待値をもってしてという言い方になるんでしょうか、冷静なドル円心理というような見方をするならば、やはり119円割れ水準118円台に入ってくると買いたいよというような FX ユーザーの皆様方のお心理が伺えるというところでございます。もちろんこの水準がですね、堅調性をが絶対ありますよというふうにしたら申し上げられません。もしくはテクニカル的な水準も私は意識しておりますが、絶対という言葉はないんですが、ただしマーケットのセンチメントとしてはかなりこの辺を加減として見てらっしゃる方が多いで、逆に言うと120円台の前半になってくると上値が重いねというふうにして思ってらっしゃる方が、非常に多いのかなというところ、この売買心理動向から感じたところでございます。お取引の際ですね、そうしたセンチメントも一部ではございますが加味していただいて、米国今夜でございますけど消費動向指数などございます、もしくは米債の金利動向なども合わせてですね、一つの資料として、ご考案再確認をしていただければというところでございます。さて繰り返しになりますけれども、4月の本日が17日金曜日ということで週末でございます。海外の国際的な、金融イベントという言い方はちょっと変かもしれませんが、 G20、これは各国中央銀行の総裁、そして財務省会合がなされております。大きくですね、テーマになるというものは一応ないというふうにして言われておりますが、最後の最後まで当然分からないところがこれは当たり前のところでございます。ドル高に対する牽制がなされるのかどうかというところも、一応ですね、一部からは指摘されているところでございますので、リスク管理の方はですね、週末でございます。週末ご用のリスクも踏まえた上でですね、十分ご留意をしていただければというふうにして思います。以上、4月の17日金曜日の日替わり竹部でございました。